チュムポーンとは、一軸の一種、フィークスグロメラータのことである。ただし、県名の由来はこの植物のことではない。昔、チュムポーンには、軍隊が駐留していたことからこの地域はチュムヌムポン、すなわち、軍隊の州と呼ばれた。それが、南大語風に名まって、チュムポンと呼ばれるようになり、さらに一軸の名前をもじって、チュムポーンと呼ばれるようになった。 ナコーンシータンマラーと王国の十二の衛星都市の一つとして機能し、北の守護府として発展した。1907年4月1日、軍となった。当初の名前は、軍庁のあるタムボンの名前をとって、タータパオ軍と呼ばれたが、1938年、県名と県庁所在地の名前を一致させるという政府の政策により、ムアンチムポーン軍と解消された。 市街地は平地にあり、軍の西部は、プーケット山脈の一部である。軍の北には、カオパーン森林公園があり、タイランド湾に面した軍の南東部には、チュムポーン諸島海洋国立公園がある。またその近くには、サーイリービーチが広がる。軍内の主な水源は、タータパオ川、チュムポーン川、サウイタオ川などである。交通は、 大国鉄が通っているほか、国道4号線が北から西に通っており、北にプラチュアップキーリー間方面、西にラノーン方面に通じる。国道41号線が南に伸びており、プンピン方面と通じる。軍内の主な産業は農業と商業である。農業ではドリアン、マンゴスチン、ランブータン、ランサなどの果物類やココヤシやヤシ、パラゴムの木、 コーヒーの木の生産が行われている。軍は17のタムボンに分かれ、さらにその階に165の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には16のタムボン行政隊がある。ありがとうございます。